はい、すいません、よろしくお願いします。じゃあ、どうしよう。じゃあ、今日から決めます。ああ、そうですか。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。まあ、この実行点検の順番で説明させていただいて、はい、その後実際に運転席に座っていただいて、はい、若干感動してみるよと思ってます。はい、よろしくお願いします。加藤で、無理強化者の続きでございます。よろしくお願いします。車両の、担当車両係長の和田でございます。よろしくお願いします。もう一つ早速ですけども、はい、実際の出庫点検のですね、はい、流れにとって、はい、やらせていただきますので、はい、実際の場所とかですね、車両とか確認していただければなと思います。はい、お願いいたします。新品な、綺麗。こちらの車両2000型と言いまして、2000型、はい、2000型、こちらの今ご乗車している車両が十川方の方です。下り、はい、運転室で、まず先に作業を行うんですけども、はい、まず一番の方から早速確認させていただいているんですが、はい、これまずですね、お、ハンドルをですね、はい、出庫点検をやれば、大体こういった形でお渡しをさせていただきます。本来は、はい、電車の外で訓練を開始する前にお渡ししてるんですけど、今日は一応こういった形で流れをもし、やるということでは室内ですけども、あ、一応先にお渡ししていただきます。ありがとうございます。基本ですね、ハンドルを持った状態で、はい、移動をします。車両のですね、起動試験というのがあったりするんですけども、はい、中に、はい、その起動試験の時にハンドルを差し込みますけど、それ以外は全部ハンドルを携帯した状態で点検を行っていくという、はい、形の流れがあります。はい、よろしくお願いします。基本的にですね、はい、まあ、路面試験の時に技能試験の試行点検というのは項目当然ありますけど、はい、本来ですと試験時間というのは約15分はい、でプラスアルファ5分で合計20分、はい、で15分で全ての項目をしっかり点検チェックをやって OK という確認になります。今日は一応場所の確認とか、はい、色動作の確認とかそういったことがあるので、一応こういった流れに沿って見ながらやらせていただいて、ぜひお願いします。じゃあ早速ですけど、はい、下り運転室内の一番のパンタ、パンタグラフ上昇、はい、パンタ上昇と通称言ってるんですが、はい、じゃあここから始めていきたいと思いますけど、はい、よろしいですか。お願いいたします。はい、下関係、そうですね、その都度、こういった形でということで、はい、私の方で、言ってきますので、はい、まあ、それに沿った形でやるっていうことで、了解しました。はい、じゃあ早速ですけど、はい、じゃあこちらの運転室に言っていただきますけど、はい、ですね、もう やっていきますね、はい、ゆっくり大丈夫です、焦らないでやっていただければと思います。緊張すると思いますけどね。いや、そうですね、ちょっと汗ですよ、もう私も私いつもの感じだけ本当にもうなんか緊張しちゃって、そうですね、いや、いい緊張感ですね。はい、もういただきます。じゃあ早速、はい、パンタ上昇なんですけど、はい、この時点でですね、パンタ上昇っていうふうに言うんですね。はい、でそれ周りの人は聞いてないんですよ、はい、基本的に。そして自分でしっかり確認する上で声を出した方が間違いにくいっていうことで、はい、まあパンタ上昇っていう形で、はい、カウントした上で、スイッチはですね、パンタ上っていうところのこちらスイッチがあります。いや、まあ、はい、
除草してからですね。はい。いただきます。あと除草よし。はい。じゃあ、お見せいただいてよろしいですか。はい。除草するとクリーナーの接するっていうところでも、かなり除草よし。ここでも、パンダ上昇よし。はい、よし。とすぐ戻ってもらう。保険圧よし。保険圧よし。保険圧よし。スイッチ系よし。スイッチ系よし。スイッチ系よし。全部基本はオフの状態が軽い。はい。じゃあ、バッテリースイッチオン。はい。ここでコンプレッサーのオフです。はい。はい、じゃあここまでバッテリースイッチ。スタートスイッチ。はい、そしたらですね、スネートがここつくんですが、はい、ここ、流電車がついてる電車なんで、はい、ここは上り側の方の車両の蛍光灯はついてます、すべて、はいはい。その時に、スネートを確認を、まあ、オンにします、はい。スネートを確認します、はい。ここだけではちょっと確認ができないんです。なので、ここ、ダッシュで。あ、そうですね、こっちに。こうやって走ってて、で、どうか確認してですね。よしなんです。スナイトよし。はい、スナイトよし。はい。で、スナイトエンジンがここで、スナイトを回しまして、ダイブで、消灯スイッチ。はい、オン。入れていただきます。ほんで、まあ、よかった。はい。消灯スイッチ。そうですね。はい、消灯スイッチを。で、切り替えを4にします。切り替えが、後ろです。あと1回、はい、で、ではまた後ろの下に、はい、で、オンです。上位シフトオン。で、こちらの電気です。はい、はい、はい、すみません。点灯よし。はい、点灯よし。点灯です。ワンマン灯スイッチ。ワンマン灯スイッチはですね、こちら後ろにありまして、あ、はい。ランマン表示灯というランプが、ここのスイッチなんですけど、ここをオンにします。ワンマン表示灯スイッチ。はい。ワンマン灯スイッチオン。はい。で、ここを気にするように、ここめくってもらって。ああ、なるほど。で、これはスイッチの蛍光灯ついてますので、はい。ワンマン灯よし。ワンマン灯よし。よし。で、こちら戻します。はい、その感じです。できました。もう直通管とセーブ灯もブレーキの針も止まってる状態だと異常なんですね。常用はあるんです。で、その後、今度、非常ブレーキ、非常入れてもらっていいですか。はい。はい。で、非常になると、こちらのセーブ灯の、ほら、ぜひですね、はい、止まっちゃうんで、はい、一人でも、セーブ灯の非常です。はい。で、同期試験異常なしですね。はい。で、ここまでの段階で下り運転室内が終わりました。この時間で大体13分くらいかかります。あ、13分くらい。今度外に降りて、はい、今度外回っていきますので、はい、一気のハンドルを抜いてもらった状態で、抜いて抜いてもらっていいですか。はい、抜いてください。じゃあ外に降りてもらっていいですか。はい。汗がすごい。汗すごいですね。汗すごいですよ。本来は多分ね、もう吹けないです。吹く時間が。そうですよね、もう夏場とかだから。夏場。ちょっと行きます。はい。この状態で一番受けるでしょうかね。右手が感じます。はい。で、左手で。手で。手で。はい。で、この状態で。ロックされてますので。はい。この状態的にもう、両方よし。はい。なります。で、これでもう、レンジスクは点灯があります。あ、はい。ここで緩めます。緩め、これが緩めて、これを押してくれて、パチャンって。はい。はい。この状態でロックされています。で、これで、はい、これで、ちょうど分かりました。伝わってきたら上手ですね。対象機異常なし。異常なし。はい。はい。はい。で、真ん中の方に、ここ奥に入っていただくと、そうくらいです。
あそこのメモリがついてますよね。はい。あの状態、左側の方のライン、1、2、3本ついてます。はい。この状態の一番、ちょっと、奥側の方にですね、ちょっと突起みたいなの見えます。両方のペドコストローク異常なしで、はい。ペドコストローク異常なし。本当はちょっとどうしても慌てちゃってるんで、はい、手前から奥側から見てこっち側見てやるとまた戻らなくてもないんで、この短い距離でも手前側から見てもらって次に捨てるんです。いや本当にやり方も、いや出庫天気は本当に1秒どう節約するかってところですよね。そうなんですよ。ちょっとダメとかですね、この台車の枠とかですね、完全に移動で移動がないか、はい、で、こういったところを点検してこういうこれが仮説になっちゃう。はい。つまり異常あり。これがまあ仮説って言って、はい、本来試験ですと、仮説発見というふうに言うんですけど、ここは、すぐ異常が異なので、はい、ちゃんとここも、閉まってるかどうか、確認します。まあ、ポンプ、よろしくお願いします。出ていきます。これが、通常のもう、配置してる状態なんですね。はい。横になったりちょっと斜めになってても異常なんで、はい、この状態で平行になるところと、よし、はい、覚えちゃえば早いんですよ。動きで覚えちゃいます。覚えちゃいますよ。こう運転室の中に。あ、運転室の中。はい、帰りましょうか。調子方ってことです。はい。スイッチ類よし、はい、スイッチ類よし、電車、はい、とスイッチオン、はい、向かいスイッチ、はい、前よし、ちょっとこう切ります、はい、ちょっとあれすいません、踏んじゃった、はい、すいません、はい、よし、はい、はい、微動スイッチオンで、これで今度こうにします、切り替えスイッチ、こう、あと1、はい、こうですか、こうでよし、こう、はい、で、また降りて確認です、はい、で、ここからですね、はい、止まった状態で加工します。で、非常を入れます。非常よし。そうですね。針が止まってから非常よし。非常よし。はい。同期試験上なしだなし。はい。これもブレーキがしっかりちゃんと漏れてないという確認をする。はい。はい。では次、下回り今度は、はい、右側行きます。右側、はい。はい。じゃあ、ハンドルを切ります。とりあえず前半ですか、ここまでが。今、まあ、そうですね。どうですか、西尾さん、ここまでやって。いや、確認事項が多いし、何より体力がの衰えを感じる。いやー、大丈夫だ。
きますか。お願いします。じゃあ次、クラインテンシスで一緒になりまして、はい、で、今度こちらの方にまず今度ドアの角度で出ていただきます。はい、ツーマンドア、はい、開口で、はい、開けます。ドア開口です。ドア閉鎖、はい、ドア閉鎖よし、はい、ドア開放って言ってから開けるといい。わかりました。じゃあちょっと一通りやってみます。ドア開放、ドア閉鎖、ワンマンドア開放ってします。ワンマンドア開放、はい、でここ、じゃあ今度右側から山側から行きますので、ワンマンドア開放って言って開いてください。ワンマンドア開放、はい、でここはもう開放です。開放です。開放です。で足にこっちに行ってください。それでワンマンドア閉鎖です。はい、で今度右側行きます。はい、右側も同じです。今度室内表を見てやるんです。ここが室内表、室内表を見て、これ開放してください。ドア開放、開放、開放です。今度、ベッドマンスイッチ、前、前、スイッチオン、はい、で、オッケー。そしたら、ベッドマンよし。はい。で、ブザーよし。ブザーよし。テスト。いただいて。テスト、テスト。はい。オッケー。放送装置よし。放送装置よし。はい。で、今度、ここで気絶睡眠を鳴らします。一滴は、はい。1、2、3秒間鳴らして。そのまま鳴らしてです。いきます。はい。ザーン、はい、オッケーです。はい。で、気絶睡眠は、気絶睡眠よし。奇跡睡眠よしですね。鳴らし終わった後に、よし。で、今度、チェンド防止、スコッチを今度外しますんで、はい。はい、切り替えスイッチ。はい。で、チェンド防止を解除します。はい。で、取ってきてもらっていいですか。はい。起動してください。はい。で、ここでですね、はい、起動試験っていうんですけど、はい、これ、大丈夫ですか。本当にちょこっと動かしてやるんですけど、口頭で言うと大丈夫です。起動試験って言って、全身更新をやるんです。前と後ろやるんで。ああ、なるほど、で起動試験全部切り替えよし、切り替え開閉機前、それでベッドマンを踏んでいただきます。ベッドマンです、ベッドマンです、はい、大丈夫ですかね。ちょっと一回ちょっと緊張しますが、多分流れは大丈夫だと思う。これもう非常に簡単で大丈夫ですか。大丈夫です。はい。切りながらで、じゃあ起動試験。はい。で、はい。どうぞ。あ、これ緊張します。緊張します。めっちゃ緊張しますけど、とりあえずはい、やります。はい。起動試験。全身ですか。で、今。はい、じゃあもう一回手に鳴らして乾杯します。はい、お奥さん、はい、OK。 でブレーキ、はい、起動試験全身、全身よし。これで起動試験全身よし、ブレーキ止まったら全身よし。で肘はかけなくて大丈夫、この状態で全身、そうです、全身よし。はい、で次に切り替えを後ろにしてもらって、そうです、で更新、更新で、後ろをちょっと
見てもらって、結構まだ大丈夫です。組みながら、はい、こうですね。はい。こうなってれば、こうやって、いきます。はい。はい。で、肘を入れてください。肘を入れて、軌道式異常なしで、軌道式異常なし。で、この際に前になってると EB がついてるんで必ず切りにしてもらっていいですか。切りにしてから、ね、切りにしてから離せます。はい、そうですね。そして、今度備品点検いきます。はい、備品点検ですね。備品点検、はい、消化器、あ、そうですね。フロイト、おー、よし、よし。はい、じゃあ今度後ろの前側の方の調子の向きで、どうですか。ついに数メートルですけど動かしましたね。めちゃくちゃ緊張しました。ドア開放。ドア開放。ドア開放、よし。ドア閉鎖。ドア閉鎖、よし。ブザー、よし。ブザー、よし。テスト、テスト。放送装置、よし。室内鏡、よし。室内鏡、よし。お願いします。起動試験。はい。では前、よし。で、繰り返す。あ、もう一回。で、上位をして、繰り返す。はい、よし。制御スイッチ。制御スイッチ。はい。で、スイッチ入れてください。強くよし。全身で。で、全身。はい。で、じゃあ、そのまま、行きます。で、まあ、よしですね。切っていただきます。警笛を一回ポンと鳴らしてもらって。じゃあ、行きます。全身よし。全身よし。はい。レバー更新。更新、更新、はい、で圧力、圧力よし、はい、じゃあ更新、はい、でここで肘をかけてもらう、以上、はい、起動式以上なしです。起動式以上なし、はい、よし。はい、はい、バッテリー成長、はい、で今度パンプ交換になりますので、パンプは下げ、電圧です、はい、ピンと外に出てもらって、はい、なんとかですね。失礼しました。お疲れ様です。これが重要です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すいません。いやー、めちゃくちゃ。いやー、チェック項目も多いし。いやー、久々だったんで。寛解して、起動した時はちょっと本当にドキドキしました。いや、だん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 、回数を増やしていくことによって、はい、見ないで、全部。話していくように、あ、しばらくはじゃあこの訓練入る前に一通りこれをやってやってするみたいなこと、どこが注意点でどういうところを気をつけなくちゃいけないかっていうことをまず、はい、して、
電車を動かすのに必要な出庫点検、出前点検、これがまず重要なんで、できないということです。そうですね。西谷さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえず一通り出庫点検は終わりました。どんな感想ですか今、どんな気持ちですか。喋られこういうしかも今日もう炎天下でしたからね。いや、8月の出庫点検は体にきますねでもこれに慣れていかないといけないっていう。いや、でも楽しかったです。いい汗かいたなって思います。なんかね、特にちょっと今、機動試験でちょっと電車動かしたんですよ。はい。もう、なんとも言えない嬉しさでしたね。久しぶりに電車を動かしたっていう感覚、ドキドキしました。まあ、まだ運転とは言えないぐらいですが、なんかでも、ハンドルを握った瞬間は、ぐっと気持ちが運転士モードに切り替わったなって。で、その、なんていうの、その火種はまだ自分の中で途絶えてなかったんだっていうのが嬉しかった。感覚は戻ってきそうですか。いや、頑張ります。自信がないと言ったまま乗務はできないと思うので、この訓練の間に自信つけて一人前になれるように頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ひとまずお疲れ様でした。とりあえずここまでお疲れ様でした。はい、怒涛の出庫点検も終わりまして、なんとハンドル訓練ということでね、失礼します。よし、圧力よし、で、室内よし、で、フォームよし、はい、で、押します、はい。